皆さんこんばんは、モナリザクロムでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日は MLB メジャーリーグベースボール大リーグですね、大リーグのお話をさせていただきます。実は私は大谷翔平の大ファンでして、彼の動向にすごく関心を持っているんですよね。特に今年はかなりの活躍が期待されていますので、野球中継をできるだけ見ようと心がけています。退職をしても再雇用ということで、新年度の準備とかも今あるんですけれども、4月1日から始まったエンジェルスとホワイトソックス開幕戦から3試合は全て見ました。見ました。とは言ってもずっと見ていると時間が取られますので、要所要所見るという感じではあるんですけれども、大谷選手が活躍するね、野球っていうのは見ててすごく楽しいですね。で、その中継を見ていて刺激をいただいたことがあります。それは何かと言いますと、ホワイトソックスの監督にトニー・ラサールさんが今年から就任したということです。あまり詳しいことは知らなかったんですけども、アメリカンリーグ、ナショナルリーグの両方で世界一に導いた監督、歴代2人ぐらいしかいないんですね。そういう名将と呼ばれる監督でございます。今76歳ですよ。10年ぶりに現場復帰、76。それをね、中継で聞いて、いやー私なんか疲れたとか集中力が落ちたとか言ってられないなって正直言って思いましたね。ラサール監督がこんなに頑張っているんであれば、私もまだまだ、バリバリやれるんじゃないかなってね、勇気づけられましたね。このね、ラサール監督っていうのは調べていくと面白いことに気がつきます。今メジャーリーグでは、大体一番優秀なバッター、各チームの最強のバッターは2番に置くのが多くなっていますね。この2番最強説を作り出した監督でもあるんですね。まあ日本はまだね、4番最強説で、2番というのは1番がランナーに出てそれを送りバントでセカンドに進めるとか、小技の効く選手を2番に置くという形ですけども、今大リーグでは2番3番に、最強の打者を置く。そして今年はですよ、エンジェルスの2番は去年まではあのトラウトがね、2番打ってましたけども、大谷ですよ。今年大谷選手がエンジェルスの2番に抜擢されましたね。そして日ハム時代から続いていた投手として出場する前の日はお休み、それから投げた次の日もお休みというスタイルで来てましたけども、今年の大谷選手は違いますよ。明日投げますけども、前日も試合に出てヒットを打ち、一塁から二塁への盗塁まで今日やってましたよね。それで明日投げるんですよ。まあだから今までの常識にとらわれない、ことを今年大谷選手はやっていきます。このマドン監督も大リーグでは有名な最優秀監督をね、3度ぐらい受賞している人で、アイデアというか戦略というか奇策、
ってきっと言うと思うんですけども、それがねすごいんですよ。ですからこれまでの常識というものにとらわれないで、今年は大谷選手をね使っていくと思いますよ。この二人の采配はね、なかなか見ててね、面白かったですね。明日はですね、大谷選手は2番ピッチャーか1番ピッチャーで出るでしょう。しかもですね、明日のエンジェルスとホワイトソックスの戦いは全米で中継されるんですよ。これは面白いと思いませんか？今年は大谷選手が活躍しそうだし、なんといってもトラウトというスーパースターがエンジェルスにはいるわけであり、まあ明日の全国放送、全国って日本の全国ではなくて全米に中継されるゲームはね、おそらくこの4月から最も注目されるゲームになると思いますよ。私がね、期待したいことはね、記録よりもむしろチャンスに打てる選手になってほしいということなんですよ。大谷選手、大リーグに行ってから見てると、やっぱりここ一番っていうところではやっぱりトラウトのようにはいかないんですよね。だからここ一番で打てる選手になってほしいな。大谷選手で注目したいのは3つあるんですよ。一つはどれだけのホームランを打つのか。オープン戦の時にはね、センターから左に打ってましたよね。ところが4月1日の開幕戦からはめっちゃ引っ張ってますよね。もう明らかにホームランを狙ってますよ。去年までとは違いますね。それからもう一つはピッチャーとしてどれだけ三振を取れるかっていうのが見ものですね。この二つ、記録的に楽しみ。で、他にも、ぜひ今年はオールスター戦に出てもらいたい。オールスター戦のホームラン競争で、ガンガン打ってほしいなっていうのがありますね。で、何より、チャンスに強いバッターとして、エンジェルスをね、優勝に導いてほしいなって思いますよね。うん。まあ今年のエンジェルスはね、ちょっと面白いんじゃないかなと思いますね。コロナ禍でなければ行ってみたいなと思いますね。アナハイムスタジアム、ちょうどディズニーランドのすぐそばにあるんですよ。だからディズニーランドのホテルを借りてね、まあロス周辺、サンディエゴとか行ってみたいし、あの辺を見て、で野球も見て、写真も撮ってっていうね、そんな夢を見ることもあるんですけどもね、コロナ禍ですから不可能ではあるんですけれども、ぜひ大谷選手には今年頑張っていただきたいなと思って応援しています。今夜もご視聴いただきありがとうございました。